いいの？はい、皆さんこんにちは。酒屋にはね、いろいろ酒を作る道具っていうのがあるんですけど、機械であったり設備、またね作り方、そういったものをシリーズ化してご紹介していこうというふうに思っております。題して五協メインということで、第1回目薮田式絞り機の紹介をしたいと思います。それではね、絞り機のね説明をしたいと思います。まずね、大きな扉を開けると中が絞り室になってます。酒造りの最終段階が絞りになりますが、ここで変な香りとかついちゃうと大変なことになります。結構ね、絞り機っていうのはカビが来たり管理が大変なものですから、冷蔵庫の中で管理しています。じゃあ中入っていきましょう。1号機と2号機ということで、150段のね絞りの段数があるんですけど、で今ちょうどね2つを入れるような状態で、こちらはまあ今から組み立てるものなんですけど、まあ全然何もない、布の洗浄から板の洗浄、圧搾板の洗浄に始まって、まあ1週間ぐらいかけて組み立ててお酒を絞っていくっていうになります。で結構こうピストンがついててですね、こうアコーディオンみたいにこう押さえるんかっていう方結構いるんですけど、そういう構造ではなくてですね、ピストンを押したらもう終わり、そこからこうまだこうギューッと絞るということはないです。それで基本的な仕組みなんですけど、白い布がねかぶってて全部同じように見えるんですけど、ちょっとこれ実はこう開けてみると黒い色が見えると思うんですよ。黒いシートがありますね。でこっちはただの白いプラスチックというか、またこっちに来ると黒い、白、黒、白、黒、そんな感じで圧搾板とろ過板っていうのが交互にこう入っているんですね。もろみの通る道っていうのは、あそこの一番左の上に三角形の穴があって、ステンレスのシルバーの金具が見えてると思うんですけど、あそこからもろみが入っていきます。でこの板と板の間にもろみがこう入っていく。でこれ風船なんですね。実は風船が膨らんで中にあるもろみを圧搾して、酒がここの穴から出てくる。こちらはですね、先ほどは布をかぶっていましたけど、布がない状態のろ過板と圧搾板2枚お見せします。こちらがですね、先ほど言ったお酒が通ってくる穴、もろみが通ってきてこの穴これ繋がってますので、通って黒板と白板の間にもろみがこう入ってます。で隣のこちらもゴムの風船がありますので、こちらの上からねエア入れれるような感じで、エアを注入するとこうふーっと膨らんで隣のもろみがギュッと押されて出される。で先ほど形成されたカスはこういう形に、ね、なる。でお酒はどっから出るんかっていうと、実はねここにね小さな穴が開いていると思うんですけど、ここの角からねこの穴にこれがつながってます。ここの三角の穴で、こっから酒が出てくるっていう感じです。酒の流れとしてはもろみがこう入ってきて、でこう入っていくと、で絞られたらお酒はこの穴を通じてこの穴から出て、そこを回収するっていう、そんな形です。お分かりいただけましたか。
あ、いいね。甘い。こういうのいらん。では二号機完成しまして、今もね、酒の味を聞きました。初めはね、どうしてもこう樹脂の香りだったり布のロスのね処理がうまくいってないと酒に全部その香りが移るんですけど、まあ、今回の酒の絞りは非常にいい感じで酒にねもうフレーバーがついていませんでしたので、一応完成ということでご共鳴金でご紹介したわけです。なんかカミカミじゃん。またマニアックなね作りの部分を見せるとかいろいろまた考えているところなんですので、お楽しみいただければと思います。大吟醸を作る後編ということでね、絞りのところとできたお酒も販売していこうかなというふうに思っております。ぜひ興味ありましたらご覧いただければと思います。